じゃん。おおおお。何ですかそれ。じゃん。じゃん。あ、なんかあのアメリカのあれみたいな。アメリカのあれです。今日、買ったのはですね、ヘックスバグが出してる。前ちょっと紹介したんですよ、少し前に。で、前のやつはロボットしか付いてないやつ。まあバトルボッツ2台なんですが、今回はロボットとアリーナ付いてるやつのプレミアム版です。これをちょっと今から遊んでいきたいと思います。はい、じゃあこれ中身ですね。ロボットが2台と、コートついてます。で、これ広げたらこれぐらいの大きさになります。お、説明書出てきた。まあ、ちょっと組み立ててる間にこいつらロボットも充電しておきますね。今回の ロボットは電池式じゃなくて、ね、充電式なんですよ。はい、じゃあ組み立てていきましょうか。説明書をよく見てね。全部英語です、ね、全部英語ですけど大体わかりますよね。1番、2番、3番って書いてあるからね。じゃん、コード完成しました。こんな感じですね、大きさ。2人の iPhone と比べたらこれぐらいですね。お、パワーで、前買ったバトルボッツ、追加で買ってたバトルボッツ、今回6台のバトルボッツがいます。ちょっと並べてみようかな。今からこの中から自分のパートナーになるポケモンを選んで、はいはいはい、こうね、勝負していきたいと思います。まあ、6体いるんで、私とジゲティ君が、こう、1台ずつ選んでですね、はい、勝負すると。で、主に、ロボット紹介しておくと、回転キー系。これも、ここは回転する系で、これもこれも回転する系。回転系2台、ハンマー系2台。これもハンマーで、こっちもハンマーなんですね。はい、ハンマー系が2台。でこいつらは、回転系プラス、なんかちょっと可動が1個入ってます、ね。まあ、回転系というかは、なんて言うんだろう。ここめっちゃ痛いんだよ。まあ、後で見せますが、これマジで痛い。ただ、単純に痛いですね。こいつもここ確か動くはずですね。まあ、ちょっとこの2体はギミックがちょっと多いですね。という条件です。この中から選んでいきましょう。はい、じゃあ、じゃんけんしよっか。はい、最初はグー、じゃんけん、ほい、あー、いこうでしょ。なるほど、きっ抗してますね。そうです。最初はグー、じゃんけん、ほい、かーそうですね、いや、こいつ強そうなんで、こいつにします。あ、そいつにしますか。じゃあ私は、こいついきますね。モンスターみたいな色してますね。なんとなくこれで。マジでそっち行くんですか。はい、いいや。奪っちゃえ。じゃあこれ回転機2台ですね。はい、じゃあ最後に残ったハンマーいただきますね。じゃあこれで試合していきましょう。ルールなんですが、一応ね、細かいルールわかんないんだけど、本当は動かなくなるまで戦って終わりなんですが、そんなことしてたら日が暮れるんで、なんか時間ちょっと測って、ね、パーツが取れた数、一応これパーツが取れるようになってるんですよ。こんな感じでワンパーツみたいな感じで取れるんで、まあ、パーツ取れた数で勝負していこうかなと思います。で、あとそっちにあるやつのハンマーは自分のロボットがそこに来ても叩かなくてもいいし、相手のロボット来たらもう死ぬほど叩いてもらってもいいと。あ、なるほど。で、コントローラーなんだけど、多分これで番号が揃ってるとまずいので、あ、そっちは番号ないです。うん、で、私が4使うと、まあ、ジゲティ君2番、はい、使ってください。で、順番に入れないと、リンクがね、ちゃんと繋がらないんで、じゃあ私の方から行きましょうか。はい、最初に、ここのボタン長押しします。うん、電源入った後、例えば4番に設定したリモコンがあったら、4番で信号を送ってあげると。あれ、これ変わってない？片側動かねえ。いきなり壊れてる不良品届いた。あ、回った。ギアが硬い、なんか。危ねえ、なんかこいつ不良かもしれない。
よし、やってみよう。見てください、置いてください。はい、赤外線だから、受光部を塞ぐと、受光部ここあるんで、受光部塞いだとそれは信号入らないんで、で一応全身更新は分かりますね、こうとこう。はい、更新できてますか？あれ？更新できないですね。暴走してますね。なんか、すっこぶる二人とも調子が悪いですね。一応こっちについてたらこう使うか、一応同じもんだと思ってるんだけど、いや同じもんだよな、でもパターン違うわ、ちょっとだけもしかして専用のやつなんて分かんない、あ、ほんまやボタンの数違うわ、あ、じゃあこっちはこっち用か、なるほど、コントローラー見た目パッと見一緒のように見えましたがなんか違うみたいですね、ついてるコントローラーにちゃんとしとかないと動かないのかもしれない。あ、ちゃんと動かす。で、ここがウェポンボタンなんで、はい、それで攻撃で押したらもうね、次押すまでずっと回りっぱなしなんで、まあ、基本回しっぱなしでいいのかなと思います。はい、ここスタートゾーンだと思うんですよ、多分。なんだけど、ロボットより明らかに、ね、これちょっと縮尺がおかしいね。本当はもっと、本当はめちゃくちゃアリーナがでかくて、ロボットも本当はちっちゃいんだけど、ちょっと縮尺が合ってないんだと思います。うん、まあ、でも一旦これで試合をしていこうと思います。あれ？これ4番。それ何番？2番です。落ちてない、落ちてない、何も落ちてない。これもしかして一緒に戦えないパターンか。なんか渾身してますね、めちゃくちゃ渾身してる。じゃあ3番に変えてみよう。それ何番？2番。2番2と3だと渾身してないですね。さっき2と4の渾身してましたね。じゃあ今渾身してないで、もう渾身してないうちに戦っちゃいました。ちょっとアメリカの模写なんで、ちょっとイレギュラーなことはいろいろ起こってますけど。3、2、1、スタート。はい。あ、そう、ウェポン。おお。あ、このボタンじゃなかった。おお。バイバイ。なんか破壊した？やばくね？あ、そっちの飛んだんだ。結構バリバリ。やばいやばい。あったー、やばい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 、これは、叩いてきてる。人間の機械叩けたらやばい。終了、はい、で、ジゲティ君が破壊したのが2パーツ、私が1パーツですね、これ。で、ちなみにこれマジで痛い、触ってみる？うん、はい。いや、痛い、普通に怪我するよ。軽くね。おー、痛い。マジで痛い。普通に。こんな感じです。ベイブレードみたいな感じ。そう、アメリカのおもちゃこれ危険だよ。これ何歳以上とか何歳出る、これ。これか、8歳以上か。8歳以上でもちょっと危なくないこれ。ね、ロボットね、電源ね、長押ししてもらうと切れるんで、これでもう反応しなくなると思います。一応反応しないから確認しといてね。出ないと、お外に暴走しちゃう。あ、これはそうか。1回押して上がって2回目で降りる。ちょっとね、機体によってね、この辺は違うんですよね。さっきの機体はもう1回押したら上がって下がるはセットでしたけど、でそっちはもう押したらずっと回転してるんだよね。じゃあこの2体で勝負していきたいと思います。はい、それではスタートします。3、2、1、スタート。あー、破壊された。これ後ろから攻めるわ。あー、あー、お
全部剥がす。全部剥がす。あ、あった。あと最後の1枚。1枚取られた。あー、来た。剥がれた。痛い。終了です。取れたパーツはですね、まあ、3パーツずつ取れてお互いに全パーツ破損してしまったんで引き分けという状態ですね。で、多分本当だったら審判の判定かなんかが入るんじゃないかなと思うんですが、まあ今回は引き分けでいきましょう。さあ、いよいよ最終決戦です。まあ、これで勝った方が勝ちですね。最後の試合はじゃあ2ポイントにしましょう。はい、2ポイントです。それでは試合いきましょう。はい、いきましょう。3、2、1、スタート。壊れてるじゃん。残り6秒、やばい、全然取れねえこいつ。終了。というわけで最後の2ポイントの試合はジゲティ君の勝利。はい、勝ちました。まさかの負けちゃいましたね。全く取れないのこいつ。こいつ正面に取れるパーツなんだけど、もうボロボロに取れてる。なんか見た感じ動きも速くて強いんだけど、自分が壊れてきたら弱かった。これでバックしたら取れないじゃん。あ、これ回転方向逆か。そうか、こっち方向だからやっぱり。でもこっち固定できないんだよねこいつ。この機体ちょっとデメリットなのは、回転方向こうなのにこっち方向で回転を固定できないんだよ。要するにほら上がっちゃうから当てれないんですよこれをね。これちょっと欠陥機じゃないかなこいつ。当てれないじゃん。あ、長押しした止まる。あ、そういうこと。あ、でもこける。ちょっと待って、これ欠陥じゃないこいつ。いや、でもこれ外れてるからダメなんかな。痛いんだよこいつ。いや、こいつのローラー、ローラーというかこのブレードマジで痛い。怪我するぐらい痛いから。ちょっともう一回やっていいかな。長押し、ここでローラー回して長押しで固定して、でこの状態に当てたら、はい、でこの状態で長押し当てる。当たらんやん。ここが上がっちゃうからか。あ、こいつダメやん。これ欠陥機こいつ。この緑見た目強そうなのにウイリーするから、あ、こうしといてもウイリーするから結局ここに当てられない。いやこれだポンコツじゃないこいつ。あ、一体この状態誰に勝てる。ダメ、こいつ弱すぎるわ。これ見かけ倒しやねこいつ。見た目すごい強い。見た目も速度も超強いけどウイリーするし、このここ当てれないし。写真には強そうな動きもね、強い。この2体はやっぱ充電式だから、この2体は本来は強いはずなんだけど、うん、いやこれマジで欠陥機。こいつはなかなかちゃんとね、あ
あ、でも、さっきの機体、強かった機体、それそれ。最後。こいつの外装飛ぶんかって、こいつ硬すぎん？そうです。一応ね、ハマってるだけなんだけど、防御力が、回転機と当たったらどうなんだろうな。ちょっとこいつの動かしますね。完全にこいつが弱かっただけなのか、こいつが強いのか判断できないから、ちょっとこいつの、ね、防御力を確認しておきたいなと思います。じゃあちょっと当ててみたいと思います。はい、強い、あ、止まんないや、こいつ強いな、ね、これ外装剥がせないわこっちが壊れた強い、これ奇跡ですね。あー、やっここまでやってやっと1枚剥がしたけどこっち2枚剥がされてるから外装が出たいですね。いや強いな、これ。これでやって1枚挟むんですね。反対側行きましょう。なるほどね。で、フロント外れるんかな？フロント多分外れる。外れるはず、いや、外れるはずなんだけどな。どれぐらいダメージ与えたらフロント外れるんだろう。フロント壊れないと思う。あ、またタイヤ壊れた。ちょっとこの機体、今回買ったこの2台、不良品じゃない？こいつもなんかタイヤ回らんくなるし。いや、こいつは単純に弱い。こっちはなんか壊れてるわ。いや、こっちの車輪壊れてません。ちょいちょい感じ回らなくなるから。まあ、あと、もう一つあるのは、多分タイヤが4輪だから、旋回性能すごい悪いですね。これ今旋回がこうなってるんで、グリップがいいタイヤが 4輪ついてるから、はいはい、トルク不足で旋回できてないっていう。でかいタイヤのやつもついてる。前進後進こんなに速いのに、旋回こんな感じなんで。ちょっとこれは、2台ともちょっと設計ミスですね、これね。まあ、ちょっとね、今後の参考にしましょう。今後の参考っていうのは何かっていうと、はい、僕たち実はね、僕たちというか、僕はちょっと今からアメリカに行ってきますんで、まあ、それ用のロボット開発しようかなと思ってますので、まあそれの参考にちょっと今回ね、おもちゃ買ってみました。というわけで今回の勝負は、ジュケティ君の勝利でした。